えー、ユキコズエアビー b ンビー、えー、ホームステイ型のホストファミリーの、えー、民泊ホストのユキコです、あのー、申し遅れたのですが今週、えー、と私の登録者が2人増えました十七人あ17人から19人になりました、あのー、お二人どなたでしょうね 私の知ってる人なのかそれとも全く知らない人なのか分かりませんが「えー、登録してくださってありがとうございます」「まああの再生回数がまあ限りなくゼロに近い、まあ、あの6人とか7人とかもしかしてこれ自分が再生して6人7人あっ67ビュービューズってなっ 持ってるのかなと思ったりしてるんですが、あのまあ、そうですね、えー、まあ、私話じべたっていうのはあるんですけども、だけどまああのちょうど今年のお正月ぐらいからあのあ今年のお,お正月のちょっと前っていうともう本当12ヶ月前その前の暮れっていうとえっ、ー、と二千 2017年の暮れあたりからビデオを撮り始めてまあ多少は、まあ、少しはしゃべりがうまあ、上手くなったかなとか恐怖感とか不安感が少なくなったかもしれないですで電話をかける電話を受けるっていう恐怖症も少し減ってきました、まあ、これも動画のおかげだと思います。 あのまあ、私も,もうつい遠慮ばっかりする性格で思ったことをばっと言えなかったりあのどうも言葉を濁して差し障りのないことを言ってしまったりとかあるんですけど、まあ、できるだけ正直に何かこうはっきり言う練習というか、まあ、いずれそうなれるとまあ信じておりますので。まあ あ,のあたかも自分が子どもの頃は多少なりとも割とはっきりまあ、まあ、子どもだったらまあ大体そうですよね小さい子ってそれがまあ私高校生ぐらいの時からですかねこうはっきりものを言わなくなった言えなくなったっていうのをでまあ それも33あれ35年ぐらい前のことなのでまあ今からその35年前ぐらいの状態に戻って割とビシバシはっきりものが言えるようになるかっていうとちょっとまあ、うん、まあでもきっとなれると私思ってますで少しでもまあどなたか私のビデオを聞いて。 勇気,勇気づけられたとかああユキコさんみたいな人がゆきこさんみたいなこんなダメな人がいるんだから私なんか僕なんかまだマシだって思ってもらえるような、まあ、そういうビデオが作れればいいなと思っております。で日本語でビデオを作ってその後すぐに 英語でビデオを作るっていうのもまあメモ取ったり台本とかもないしもう下手したらこれ蓄字通訳にもなってないんですけども何しろわし私が日本語でビデオを撮ってでその後あのアップロードして。 タグをつけてでシェアをシェアするのだって何分かかかりますよねフェイスブックだリンクディーンだに流したりしてでその後英語で同じことをしゃべろうと思っても自分が10分前に何を言ったかまあちょっと覚えてなかったり話題が横に反れたりとかただで,でさあ下手な英語が余計ちょっとおかしな方向に行ったりとかあとあのやっぱり日本 人の特性とアメリカ人あてか英語圏の特性ってちょっとこう人のメンタリティーがやっぱ違うと思うんで同じことを例えば仮に台本作ってなんかこうあの忠実に日本語のものを英語に忠実にまあ言ったとしてもなんかこうそんなにこう逆にしっくりこないというか。 あのまあ、私がこう日本語で伝えたいのものはこれで英語で伝えたいものはこれっていう風にちょっとずれが生じると思うんですよね。まあ、だけどあの、まあ、今のところは私のビデオ日本語と英語両方とも聞いてくださってる人は、まあ、多分いないと思うんで別にあの、まあ、私 英語の教材を作るつもりで動画をやっているっていうまあそんなわけでもないんでまああのまあたまたま私が言った単語がまあもし例えば英語勉強してる人で「あこの単語ちょうど今覚えようとしてたところをゆきこさんがちょっとあのおかしな発音で言ったから逆に覚えやすいわ」とか。 そういうのがあればあったでいいんですけどもまあってことでちょっと日本語の動画と英語の動画でまあズレがあるとは思いますで、まあ、編集も全然まあやってないまあ時間をかけたくないっていうのがあるんですけどもであなんかこのお二人 あのあお二人って目の前に映っているこの二人じゃないんですけどもあこの二人は一応あの私の視聴者に一応はなってるんですけどもあそれはもう去年の初めぐらいからあ今年の初めぐらいからですけども今週ですねあの新たに登録してくださったお二人ありがとうございます、えー。ということでございますでは失礼します。